つもご視聴いただきましてありがとうございます。クーパーガレージチャンネルです。前回はこの CR ホイールと CR645 タイヤをですね、皆さんに紹介させていただきました。そしてそのタイヤをですね、ホワイトレタリングをしてみました。で、前回はですね、ホワイトレタリングの方をどのようにやっていたかっていうのを紹介させていただきましたが、初めてだったんですけど結構綺麗にですね、塗ることができました。今回はこの CR ホイールとレタリングしたタイヤのセットを装着していきたいと思います。